拉致被害者らの再調査をめぐる日本と北朝鮮の外交当局者による協議が中国で行われています。日本側は最初の報告の遅れなどについて詳細な報告を求めています。中継です。政治部藤川さん。協議は午前におよそ2時間半行われ、3時間の休憩を挟んで現在もついたての奥の会議室で続けられています。本日の会合では特別調査委員会による調査の現状について質疑も行いながら詳細な説明をしっかり受けることとしたいと。日本側は調査状況の詳細な説明を求めるとともに、拉致被害者の調査を最重要課題と位置づけて最初の報告で明らかにするよう念押ししているとみられます。一方、午前の協議を終えたソン・イルホ大使は記者団に対し改めて次のように強調しました。今の会談は무슨그특별조사위의조사결과통보하는회담안의성격을잘알아요。北朝鮮側は双方の立場を明確にしたいと述べていて、日本に追加の制裁解除を求めているとみられ、日朝の思惑には大きな隔たりがあります。協議は間もなく終わる見通しで、井原局長らは協議内容を持ち帰り、帰国後に安倍総理も含めて対応を検討する方針です。